はい、札幌市立の慢性腰痛専門整体院さつき院長の川崎亮太です。本日も動画をご覧いただきありがとうございます。本日も腰痛の悩みのあたり、腰痛改善のためのヒントやアイデアをお届けしていこうと思います。はい、ですね、今日のお話はここ、私には治せませんっていうところでですね、ちょっとネガティブな内容になってるかもしれないんですけれども、治療院とかを探されているあなたはですね、ぜひ参考にしていただければと思っております。で、私には治せませんっていうことなんですけれども、これはですね、実際に今日来院された患者さんのお話でもあります。その方はですね、がんが、発症していて、さらにですね、カルシウムが沈着しやすいという病気、持病があるそうです。おそらくですね、話聞いている限りでは黄色靭帯硬化症とかって言われるようなものなんじゃないのかなっていうのは感じました。その方はですね、病院では脊柱管狭窄症って診断されて、当院を見つけられてきたんですけれども、脊柱管狭窄症っていうのはですね、いろんなことがあって、ちょっと絵がひどい、ですね、脊柱管っていうのは腰の骨です。腰の骨、こうやって腰の骨があったとした時に、脊柱管っていうところがこの真ん中の管のところです。真ん中の管のところ、ここの部分が狭くなってしまって、ここにある神経だったりっていうところを圧迫してしまいますよっていう病気になってます。で、脊柱管狭窄症って本当に診断されている方はですね、ここの部分が狭くなってきてしまって実際に神経の部分を圧迫してしまっています。この状態になっている方、本当に脊柱管狭窄症になってしまっている方、例えば今日の場合ですと黄色靭帯硬化症っていうものによって、ここの部分がですね、もう狭くなってしまっている場合、感覚がなくてしびれたりとかですね、力が入りにくい、おしっこが自分でコントロールできないとか、そういった問題があられる方はですね、もうそれは脊柱管狭窄症が本当に起こってしまっている可能性があります。実際にここの骨の問題で、症状が起きている場合はですね、ここに書いているように残念ながら私には治せませんっていうことです。私の治療によってですね、骨が、ここの感覚がですね、隙間が広がるわけはないんですね。広がるはずはないので、私には治せない腰痛です。本日の患者さんに関してはですね、お断りさせていただいて、初回の金額っていうところもお返しさせていただきました。私には治せない腰痛ですっていうことです。ただですね、こうじゃない人がほとんど、今日みたいなケースはですね、かなり稀でして、まあ、たまにあるんですけれども、実際にここが狭くなってしまってて、痛みが起きている人はですね、結構少なくて、筋肉であったりとか、関節とか体の使い方っていうところで問題になってしまっている方がすごく多いです。そういった場合ですと、私に治せる腰痛っていうところになってきます。ヘルニアって診断されていてもですね、同じように、本当にヘルニアの方は私には治せませんけれども、それ以外の場所に原因がある場合は私に治せる腰痛ですし、本当に狭窄症になっている場合は私には治せませんけれども、違うところに原因がある場合は私には治せる腰痛です。ここはですね、しっかり初回お話聞かせていただいて、お体見させていただければ分かってきますので、私の場合はどうなのっていうことがあればですね、ぜひ下の、ホームページのリンクからですね、ご連絡いただいて、ご相談いただければと思います。まずここですね、治せる腰痛なのか治せない腰痛なのか、ここをはっきりさせないと治療が進んできませんので、
まずはお体見させていただければと思っております。どうしてもですね、私には難しい腰痛ということでしたら、残念ながらお断りさせていただく場合もありますけれども、それがですね、患者さんのためになるのかなと私は信じておりますし、その場合はですね、初回の分の金額というところもお返しさせていただきますので、ご安心いただければと思います。はい、本日のお話は以上となります。次回の動画もですね、腰痛の話だったり、股関節の話をもう少しさせていただこうと思ってますので、次回の動画をお楽しみにしていてください。今日の実際の患者さんのお話でした。本当に力になれなくてですね、私の力不足っていうところを痛感してすごく悔しい思いなんですけれども、私がお力になれる方でしたら、私がお力になれるうちにですね、当院にお越しいただければと思っております。はい、本日のお話は以上となります。本日も動画をご覧いただきありがとうございました。